こんばんは、平井弘明です。まず前提はですねそうだよね、そうだよね。以前の動画でその理論は例えばスライスに悩んでる人には合いませんよとかいろいろ言ったと思うんですけど、そもそもその理論自体がスライスが出てしまう理論なのかフックが出てしまう理論なのかが分かってないと自分に取り入れるか取り入れないか分かんないですよね。なので基本的なポイントというか前提をほんのちょっとですけどお伝えさせていただきたいと思うんですが、その理論自体がスライスが出る理論なのかフックが出る理論なのかをちゃんと説明してくれてる動画って少ないと思うんですよ。それを知ることによってその理論がどっちに向いてるのか、フック系なのかスライス系なのか、どういうメリットがあるのかっていうのが最後まで見ていただけると分かると思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。平井弘明のワンラップゴルフ。まずざっと一般的な基本の理論じゃないですけど、その理論がどういう形になるかっていうことなんですよ。ボールを真ん中にセットして、これがクラブがニュートラルポジション、ゼロポジションですよね。ここから飛球線側に倒れる理論の形はスライス系の理論になるんですよ。で、飛球線と反対側に倒れる理論っていうのはフック系の理論になるんですよ。形で言うとハンドファーストってこうやってなるじゃないですか。これはフック系の理論ではないですよ。これポイントとして、手首を曲げたりとかしたらそれは何でもありになっちゃうんで、単純にクラブだけの傾きを今言ってます。なんでダウンスイングでこうやってハンドファーストにこうやって当てる時っていうのはスライス系の要素が入る理論になります。自分なんかがやってるアプローチでこうやってやる理論、要はこっち側にこうやってクラブが傾く理論っていうのはフェースに乗る時間が長いフック系の理論になるんですよ。これはもう大前提なんで、その理論の形をやった時にインパクトの時にクラブがどの向きをしているかによってスライス系の理論なのかフック系の理論なのかによって全然変わってくるんですよ。スライスに悩んでる人がこっちに傾く理論を入れてしまうと余計にスライスが悪化してしまいますよということなんですよね。フック系に悩んでる人がこっち系の理論を取り入れたら余計にフックが出てしまいますよっていうのが注意してもらいたいポイントになるんです。他の動画でも結構言ってるんですけど、フェースに乗る乗らないっていう話、フェースに乗った方が捕まり系ドロー系が出ますよ、フェースに乗らない方がスライス系が出ますよってあるんですけど、真ん中からこっちに傾けば傾くほどフェースに乗らなくなるんです。こっちに傾けば傾くほどフェースに乗ります。そういうことなんですよね。フェースに乗るイコールスピンが入るんで、スピンかけたかったら自然とこっち向きになる要素が入ってきた方がいいんですよ。でそれに対してこうやって削いだらスピン入るじゃんっていう方ももちろんいます。それはまた別になっちゃうんですけど、それはそういう打ち方なんで、単純にクラブの傾きで今言ってるんで、こっちになった方がフェースに乗ってスピンは入って、こっちに傾いた方がフェースに乗らなくなってスピン少なくなるっていう感じなんですよ。あとは理論が自分に合う合わないかってもちろんあるんですけども、クラブの動く速さっていうのがすごく大事で、こう速く動かす方がこっちに傾きやすくなるんですよね。そうで遅く動いた方がこっちにこう傾きやすくなるので、自分のスイングテンポが速い方だったらこうこっちになりやすいっていうことなんですよ。そうで自分のスイングテンポが遅い方でしたらこっちにこうやってなりやすいので、そうなってくるとどんどん球が絞られてくるはずなんですよね。自分はこう持ち球がドロー系になりやすいのかフェード系になりやすいのか、そういうふうにスイングテンポを調べることもどっち系の理論が合いやすいですよっていうのもあるんで、最初に気にしていただきたいのは何に悩んでるかなんですよ。フックに悩んでるのかスライスに悩んでるのかで取り入れてもらいたいものなんですよね。スライスに悩んでる方だったらこっち系の理論を多少入れていただいた方が合いやすい。ただポイントとしてスライス系になってるってことはこっちに傾いてるんで、こっちからこっちに動きをシフトしなきゃいけないんで相当難しいことなんですよ。全然真逆をやらなきゃいけないんで、取得するまでにちょっと時間はかかりますよっていう感じなんで、すぐポンと急に上手くなるわけじゃないんですよね。改善できるわけじゃないので、時間を使っていただいて慣れて、そこから自分のものにしていくっていうのが大事になるので、その理論の見極め方
前提を知ってから自分のスイングに取り入れることが大事になってくると思いますので、練習場でやってみていただきたいと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。